グローバルボーイズグループ INI が24日、ツイッターを更新。メンバーの髪色の変化に注目の声が集まっている。INI、突如イメチェンが話題。同日、初となるオフライントーク、サイン会を開催している同グループ。ツイッターではその際のショットが投稿され、メンバーの新たなヘアカラーが明らかとなった。黒をベースにピンクを入れたアポロヘアが特徴的だった後藤健は透明感のあるグレーに。ハイトーンだった木村はトーンを下げて暗い茶髪となった。また黒髪にエクステをつけることが多かったキョトヨボンは赤、黒髪だった池崎理人、サキは正式には、タツサキは茶髪にイメージチェンジを遂げ、穂崎匠は明るい茶髪から暗めへと変化した。また、長めの髪をキープしていた松田陣はすっきりとカットし、明るめのベージュから落ち着いた色にトーンダウン。高塚ひろむ、だかは正式には、はしごだかはピンクからオレンジに染め、明るい髪色を持った。突如がらりと印象を変えた INI の姿を受けて、ファンからは、良すぎて叫んだ、この姿のみんなに会える人羨ましすぎる、突然すぎてびっくり、美女良すぎ、全員かっこいい、など絶賛の声が寄せられている。